はい、皆さんこんにちは、ニッシーです。今日はですね、これをねやりたいと思います。300騎光151号 F 編成で、これがですね、前回クリアしたんですけどね、回復運転ができるということで輸送指令が出てきます。4分50秒回復してくださいと。回復しなきゃいけない。難しいんじゃないかな、これ結構。はい、じゃあ出発します。信号が70です。だってもうあと1分しかない。新神戸間旅行ノッチ制限確認。旅行ノッチ制限ともに。4分50秒の遅延だか。あ、結構ね、結構4分50秒って結構な遅延で。だ、68キロでなんとか、69でいいか。でこれでまた69、2323、これでうまくやって、で信号120、120がどうすればいいんだろうね。どっち12まで上げて、まあこの辺かな。ほら、もう遅れてるもん。のち5で、のち4、のち4で120になんないし、結構難しいもんね。もう遅れてるし、22秒遅れても結構慌てさせるよ。なんか4分50秒回復させろっていうのもなかなかの至難の技で。信号170、新幹線170、7で、のち6で、のち6がこれぐらいかな。のち6でスピード上がるっていうのは話が変わるけど、4分50秒どころじゃない。できっかなこれ。まあ始発で飛行機飛んでましたね。でも270、4分50ってなかなかなもんだよ。どれぐらいで行けばいいんだろう。信号230、あんまりスピード落としすぎてもダメだから。めちゃくちゃ遅れてるよ。信号170、やべ、ちょっとブレーキあれかな。ブレーキ早かったな。ご乗車ありがとうございました。まもなく新神戸です。1番線到着、降り口は左側です。
これ喋ってる余裕ないよね、普通はね。70キロ次の列車駅は西明石です。大丈夫か、のっちさんでも大丈夫だって。でスピード上がんないんで、下り勾配になってるから。信号70、こうなっちゃうとね、ちょっと分かんない。ちゃんとスピードメーター見てないと。信号30、でここでもブレーキかけて、あ難しいなこれ。4、ちゃんと1センチ以内っていうのが決められてるから。4分20秒か、4分20秒の遅延でどう出るか。30秒でも取り返したのか。どうだろう、それがどう出る。新神戸です、新神戸、新神戸です。ご乗車ありがとうございました。 OK、 まあこれはいいんだけど、103点は取れてる。4分20秒。あ、3分20秒。あ、ブレーキ解除すると怒られるか。はい、出発進行。で、もう230。新神戸西明石間徐行ノッチ制限確認。あれ4分20秒遅れたの、3分20秒になった。なんかね、まあ多分クリアできるのかなこれ。まあこういうねイベントも楽しめるっていうんで、他にもイベントあるらしいんだけどね、洗車できるイベントとかね。270枚だし、でも低速帯とかなくて楽だね。西明石、これはノッチ12までか。なかなか回復運転って難しいもんだね。そうしてみる。ほらもう時間で、もうついてなきゃいけない。ノッチ2でも大丈夫かな。ノッチ1、これで大丈夫だろう。信号170、
まあ晴れてるから助かったね。雨とかじゃないからまだ全然。あ、ちょっと遅かった。ちょっとブレーキ強めにかけちゃったね。これは信号70。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。次の停車駅は姫路です。70か、70だったら 500m70 もうちょっとかけとくか。まあこれぐらいです。 B3 でも大丈夫かな。 B2 でもいける。 OK。 16両編成なんだね。今気づいて。リンカンホテル XO オーナー。ちょっとスピードをね上げといて、気持ちスピード上げといて。信号30。多分これ引っ込むと思うんだけどな。どうなんだろう。あ、これ引っ込まないんだ。でちょっとスピード上げていいんで、再加速しても大丈夫。ここがねまた難しいところなんです。1514。ちょっとあれかな。9 3 2。ああ、ちょっと落としすぎたな、スピード。どうだろう、2 3。3分以内に収まってる。10キロ以下、スピードが10キロ以下、停止位置10メートル以下でマスコン入れちゃうと減点っていうかね、減点になっちゃうんだけど。何歩超えてんの。ああ、2分25秒。信号70。信号70過ぎた。おお、270まで出していいんだ。でも低速帯とかそういうのないから、低速ポイントとかないから楽だよこれ。クリアできればいいんだ問題はね。まあ、30分ダイヤだからな。まあ、30分の収録時間で済むから楽っちゃ楽だ。まあこれぐらいだね。信号。まあ、どんどんかっ飛ばしていかないとダメだ。あ、グッド鉄道チャンネルさんがね、このプラグアンドプレイ2やったら全然再生回数稼げると思いますよ。そういえばね、やぶから棒に何言い出すかと思えば。
まあでもゲームのコレクターなんだけどね、プラグ&プレイとか買わないだろうね、やっぱり。まあファイナル持ってるしね、あれ第1弾。ウィーボンの新幹線やらないもんね、あの人ね。あそこまで電車で GO やってんだったら新幹線編やってもいいかなって思うけど。案外やらない。まああれ収録時間かかったらね、結構ね、なんだかんだで、ね、プレステ2版もやりかけだしね。まあ僕もやりかけだけど、ノッチ10でどうだこれ。ノッチ10でスピード上がんだ、ちょっとやばい。203地、ちょっとスピード違反クラウッドのあれだから。お、畑だ、いいね。お、パワーショベルもある。あ、パワーショベルに乗ろうっていうゲームあったね。3回か4回やって何もやってないけどね。ちょっとブレーキ遅かったか。信号170、これぐらいだね。お、ゼロ系新幹線。ちょっと早いか。まあノッチ4ぐらいで大事。ノッチ2でもいけるか。ノッチ1、ブレーキ1か。ノッチ1じゃない、ブレーキ1だ。信号70、ちょっと気持ちスピード上げて。信号30、多分あれ、これもあれかな。姫路停車、編成16両、停止位置16、確認よし。危ね。信号30。あ、これも30な。だいぶ遅れてんな。間に合うかこれ。間に合うようには見えないんだ。9、8、4、OK。 まあ2分以内には収まってるね。なかなか。次終点岡山でしょ。姫路です。104点。ご乗車ありがとう。1分56秒、56秒って回復するの難しい気がするけど。あ、ちょっと通過待ちなんで、ちょっとお茶飲ませていただきます。さあ何分遅れてんの。51号岡山行きが、はい、こちら151、
なんでこんな遅延が発生しちゃったんだ。ああ40秒遅れてる。だいぶ進んだね。はい、OK、閉じめて出発進行。でも YouTuber っていいね。でも僕も N ゲージでな YouTube やってね、まあ広告収入だけで30万とか稼げたらいいねと思うけど、そしたらね、でも30万稼げるっていう保証があっても仕事辞めないだろうな。でも仕事辞めないっていうか、まあ今の仕事は辞めないけど短時間のアルバイトぐらいはやってるかもね。そう、完璧に仕事辞めるかっていうとね、それもどうかなって思うんで、ね、まあ YouTube も広告単価がねすごい変わっちゃうからさ、安定はしないんだっけ。お、500系新幹線30万なんて稼げるわけないけどさ、まあ、もしね30万稼げるぐらいの広告収入でね YouTube で生活できたらって考えたらね、YouTube もいいよね。そしたら満員電車乗らなくていいからね。家から近いところの短時間バイトでやっていけば、あーでも税金、年金とかね、あれ自分で払っていかなきゃいけないからね、自分でやんなきゃいけない。今だったらね雇われてるから厚生年金とかね勝手にやってくれるけどね、年末調整とかね自分で手続きしなきゃいけないからね。年金から保険、まあほんのね手続き面倒だけど一日でできるからね。まあ別になんてこともないんだ。あでも確定申告とかねやんなきゃいけないからあれか。まあちゃんとね帳簿の管理じゃないけど、YouTuber の方もね個人事業主でやってるって方も多いんでね、そうなっちゃうと、うわ B7B8 でスピード上がる。 B9 あ B9 じゃない、ノッチ9、ノッチ10、25秒、269までスピード上がってきた。ノッチ9じゃ上がんない。あ、ノッチ9で上がんだ。これ1秒でも回復できなかったらあれとかあんのかな。25秒、1秒でも遅れたらあれ、ゲームオーバー、リタイア、ゲームオーバーってこともあるよ。あ、スピード上がんねえ。ああ、上り勾配。お、270。これ怖いよね、急に上がり、スピードが上がんの。ちゃんとスピードメーター見てないと。うわ、下り勾配だ。ノッチ7にしとくか。ノッチ8、ノッチ8やとやっぱスピード上がる。まあでも30分の収録時間でね済むんで、まあいいですよ。これは優しいダイヤです。
全然景色見る余裕がないね。スピードメーターはじっと見てるだけだから。ほら270になるでしょ。もうちょい8でいいか。うわ、スピード下り勾配になってる。あ、こういう使い方で230。これでいいでしょう。信号230。これで大丈夫。OK。信号170。で次信号70。信号70がまた難しいところ。ご乗車ありがとうございます。 B さんでも大丈夫かな。いいに。あ、ビーチでも大丈夫だね。OK。これぐらい。信号70。これぐらいかな。これぐらいで信号30。これぐらいか。で、まあ、あと25秒。まあこれ早く着きすぎたらシャレになんないよね。そういうこれくらいで、これで早く着きすぎちゃったらね、意味ないもん。ああ大丈夫だね。 OK。 岡山停車、定着、定着しましたね。全区間走破すごいね。なんとかなりましたね。まあ、100点超えしてるからね、クリアはできると思うけど。107点ご乗車ありがとうございました。はい、ありがとうございます。合格。あ、またこの PV 見なきゃいけない。分かってもできんだけど。まあこういうね、回復運転イベントもあるんで楽しんでいただければなと思いますね。この鉄道 PV はもう出尽くしちゃったんでね、まあ、これからも同じの何回も見ることになりますね。富士山の映像とか、そうだよね、そりゃ山陽新幹線編だもん。東海道新幹線じゃないから、あくまで新大阪から博多南までかの区間の映像か。
東海道新幹線とかだとね、定番だよね。富士山の、富士山が映るところで新幹線が走ってる CM とかありましたけど。もっと難しいかなと思ったら、そうでもなかったね、これ。確かプレステ2版の回復運転の時、一回回復できなくてやり直した経験があるんだよ。そんな難しいダイヤじゃなかったんで、まあ楽しめるかなっては思いますけど、まあ慣れてる人だったら全然クリアできるかなって。だからプレステ2版の新幹線が難しすぎんだよ。107点、最後はやっぱりね、点数高かったね。そう、最後多分遅れたんだよな。20秒ぐらい遅れたのか、10秒か、10秒から15秒ぐらい遅れてダメだったんで、やり直したんだよね、プレステ2版は。まあこの台はね、一回コンティニューで、ノーコンティニューでクリアしないと回復運転遊べないということで、まあ2回やる羽目にはなんだっけ。103点、おー、104点、103点か。まあクリアできたからいいや。あ、そっか、一回そうだ、入力してあるから。あ、なんもないんだ。まあこれも金星確認しようにも金星だからね。下りか、これですね、これ金星ついてるのね。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。